1組目のライラックに続いてハウスチームの登場です。女性がいない方のハウスチーム、かっこよく倒していただきましょう。ザ・ロフト大切にしながら踊ってるチームです。なんでハウスの基礎を見直したい人はもちろんなんですけど、ハウスを使って自由に踊る手助けを皆さんのお任せもしになってくれたらしたいなと思ってます。じゃあちょっと林さん、そのさっき言ったダンスの基礎っていうのは、2人ともハウス以外のジャンルもジャズとかヒップホップとかいろいろやってきた、ジャズとかやったことあるから、そういういろんな2人の経験してきたのを手合わせて、なんかダンスハウスだけじゃなくて、なんかダンスの表現の深みを増せるような駒にしていきたいと思います。あとこのチーム自体が去年の連盟公演をきっかけに組んだチームなので、そういうこの公演に出たことがきっかけで、なんかチームとかなんかユニットで一緒に踊ることになったりとか、そういうつながりも増えると思うので、ぜひ一緒に踊りましょう。なんでみんなで仲良くなりながら12時間を過ごしていきたいなと思っています。でもちろんハウサーなので、なんか飲み会の方も好きでちょっと取り組んでいきたいなと思っているので、ぜひ。そして最後にちょっと真面目な話なんですけど、本当に今日皆さんここに来てくださって本当にありがとうございます。でなんか今日ここに来るっていうこととか、その連盟公演の説明会に出てちょっと考えようと思ったその一歩をすごい僕たちは感謝していて、その踏み出した一歩をぜひ全然後悔させないような公演にしていきますし、駒にしていくので、ぜひ取ってほしいです。しかもまずは連盟公演に出てほしいなと思ってます。なんで終わったらとか、ぜひ質問とかあったら話しかけてください。本当にありがとうございました。